虎柄の紙の棒を使って作る遮断機付きの踏切警報器です。光ったり音が鳴ったりはしませんが、手動で遮断機が動きます。まず紙の棒を立てるための土台を段ボールで作ります。幅4センチに切った段ボールを赤い矢印の部分で切り取り、青い矢印の部分に切り込みを入れます。鉛筆で印を入れておき、カッターナイフやハサミで切ります。切り込みのところで90度に折り曲げます。2つ一組にしてボンドをたっぷりつけて、折り目のところが合うように台紙に貼り付けます。その横に遮断機を貼り付ける段ボールを貼ります。段ボール同士が接する部分にボンドをつけます。ボンドが乾いてから角の部分を切り落としておきます。画像では完全に乾ききっていませんが、ボンドが透明になってから切ってください。遮断機と警報機は虎柄のチラシ棒を使って作ります。棒を2本用意して、端の方を平べったく折ってから三角のところを切ります。2本とも端から5マス分のところで切ります。これは後から警報器を作るときに使います。反対側もまっすぐに切ります。遮断機にする方は端を平べったく折りつぶし、2マス分にボンドをつけて2センチ×3.5センチぐらいの小さな段ボールに貼り付けます。虎柄の紙をダウンロードして A4 コピー紙に印刷し、段ボールより一回り大きく切って包むようにして貼り付けます。段ボールのすぐ上のところに切り込みを入れます。切りすぎると折れたりちぎれたりするので、少しだけでいいです。切り込みにワイヤーを引っ掛けて後ろでねじります。3.5センチ×5.5センチぐらいの段ボールを虎柄の紙で包むように貼ります。これが遮断機の土台になります。板状のゴム磁石を2枚用意して遮断機の裏に貼り付けます。2枚目は後で遮断機の土台に貼り付けます。土台に穴を開けてワイヤーを通します。ワイヤーが抜けないように、ようじなどを短く切ったものを裏につけます。遮断機がまっすぐ立つところで土台に板ゴム磁石を貼り付けます。遮断機が降りた時のストッパーは黒い画用紙で作ります。2つ折りにして
1センチ幅に切ったものを直角三角形になるよう折り曲げます。余分なところを切り落とし、貼り合わせたらこの部分が直角三角形になるようにします。このストッパーを遮断機が降りた状態で止まるように台紙の裏から貼ります。警報器には最初に取っておいた5マス分のトラガラ棒2本を使います。切り落としたところを少しめくって貼り、ほどけないようにしておきます。真ん中にボンドをつけて十字にしっかりと貼り合わせましょう。黒い画用紙に赤いシールを2枚貼り、角を丸く切ります。これを棒に貼り付けます。それぞれのパーツが乾いたら組み立てます。警報器の根元にボンドをたっぷりつけて段ボールの土台に差し込みます。遮断機用の段ボールが前に来るように向きに気をつけましょう。遮断機を貼り付けてボンドがしっかり乾けば出来上がりです。遮断機を上げたり下げたりして遊びましょう。乾く前に動かすと壊れやすいので気をつけてください。いくつか作って電車を走らせて遊ぶと楽しいです。